島暮らしってほんと素敵よね。家の中にばかりいたらもったいないわ、だってば。現実でもそうしたい。皆さん、こんにちは。ただいまのアイナトーン時刻は2020年4月18日土曜日の午後4時39分です。では、本日のお知らせです。今日、アイナトーンにアイダホさんという方が新しく引っ越してこられました。どんなんやろう。新しい仲間が増えて私もとっても嬉しいです。では、本日も楽しい一日になりますように。予想はクマなんやけどね、小熊系。多分、スマホが、鳴ったね。スマホが鳴っている。もしもし、こちら、たぬき商店のつぶきちです。買取ボックスに入れてくださったお品物の代金38,192ベルをお口座に振り込ませていただきました。ご利用ありがとうございました。またのご来店をお待ちしております。レックスがおったけんさ、人面カメムシとか、あとタガメとか、で結構、儲けれたかな。あ、そうそう、三輪車と望遠鏡。ん?たぬき開発から、あ、橋ができたことかな?あ、違った。引っ越しの方か。なるほど、なるほど。じゃ、とりあえず、一応、三輪車を、その前に開けんといかんね。三輪車を、ちょっと待って。あのね、ウォータービュー私公園に設置したんやけど、ちょっと色違いのウォータービューゲットしてさ、これ。ほら、可愛くない？こっちのめっちゃいいなと思って、とりあえず、まあ、ここに置いておくかなと。違う違う違う。じゃあ、ちゃんとしまって、網。ここなんか多分表札みたいなのあると思うけど、気にせず。お気にせず。んーで、三輪車を。三輪車どうしよっかな。どの辺に置く？まあ、この辺でいっか。あ、すごい！ちゃんと、ペダルが動きよる。へえ、細かいね、なんかめっちゃ。これ以上前進まんのや。まあ、ここでいっか。うんうん。めっちゃ邪魔かな。ちょっと待って。もうちょっと、やっぱこっち側にしよっか。じゃあこの辺で。よっ。うん、これでオッケーやろ。そこ座れるし。で、望遠鏡は、あ、そう、昨日ね、流星群が流れたっていうことで、なにこれ、なんか色違うんやけど、お羊座のかけら？なにそれ、お羊座落ちてきたよ。なんか、流星群が流れるってことで、夜にね、めっちゃ何回も何回もお願いしよったんやけど、これってお願いの数に応じてなんかな。ね、お羊座のかけらって何？お羊座のかけらとか落ちとんやけど、ちょっと謎。でもこれでステッキ系のやつ作れるよね。多分2つ作れるやつがあったはずなんやけど。あ、こういう系統の家？なんかあれやな。家の系統、こういう家の系統は浜辺立っていただきたいんやけど。え、あれやない？なんか、誰やったっけ？モニカと同じ系統じゃない家。もう、どういう感じの家かぐらい言ってよ。え、でもこういう家ってことは私が想像してる住民ではないんかな。なんか違いそうな気がする。キャンプ場から見えるような感じにしよっか。じゃ、この辺に、8個、やば。この辺に望遠鏡を。向こう向きにした方が良くない？よっ。こういう感じで。よきよき。これでね、星の観察を。多分、向こう側に橋で渡れるようになっとると、思うけん。どこや、橋は。ほう、完成してる！やったね。あ、でもなんか、めっちゃボコってなっとるね。こんな感じやったっけ？ここまでボッコリなっとるもんやったっけ？なんか、こっちみたいな木の橋でもよかったかなって思う素朴な感じで。ねえ、これぐらいでよかった気がする。ま、いっか。これめっちゃ合うよね。めっちゃ似合うことない？何しよんあれ。なんかヨガみたいなんしよる。かわいい。そんな動きまであるん？めっちゃ集中しとるやん。元気そうで何よりだわ、だってば。
お話ししよう。島暮らしってほんと素敵よね。家の中にばかりいたらもったいないわ、だってば。現実でもそうしたい。早くコロナが収束していただきたい。あ、ほら、やっぱり小熊。あ、でも思っとったのと違うな。もしかしてお前、この島のやつか？オイラはアイラホ。見ての通り、今日はアイナ島に引っ越してきたところなんだ。へへ、お前みたいに気合の入ったやつがいるなんて、この島は当たりだったな。よーし、お前をオイラのライバルとして認めることにするぞ。これからよろしくな、の心。の心？なんだそれ。何その語尾。なんか可愛いんだか可愛くないんだか微妙なやつやね。なんか、子供部屋みたいな感じなんかな。なるほど。まあ、これからよろしく。次に来るツンドラさんの方が私はちょっと楽しみだな。自分で呼んだけんね。さあ、それじゃあ、今日は何も落ちてなかった、落ちてなかったっていうか、入れられてなかったんか。はい、アクセス特典マイル300マイル。また結構溜まってきたな、マイル。たぬきショッピング。さあ、今日のスペシャル商品はガーデンライト。ラジカセ。いやー、いらんなぁ。いらんなっけ、けのそなた。なるほど、今日はこんな感じか。ご利用になりたいサービス。たぬきマイル交換。で、何かしらあるかしら。和風の柵、わらぼしの柵。これ柵なんや。へぇー。石碑マンホール。シンプルな井戸。レンガの井戸。なんか今特に、観光望遠鏡。観光望遠鏡二つぐらい欲しいかな。浜辺に。よさぎじゃない。私の家の前の浜辺のところに二つぐらい並べておいて。綿飴の屋台。これ広場の近く。あの、ポップコーンあたりとかさ。どうでしょう。サッカーゴールもなんかね、でも置くとしたらどこだ？公園の方かな、やっぱり。公園の左の方のスペースが、まあ、空いとるけん。風力発電機。とりあえず、どこ行った？観光望遠鏡二つ買おうと。はい、2000マイル。交換します。で、もう一個。はい、観光望遠鏡。まあ、今回島に行ったところで誰も呼べんけんね、もう。10人やし。オッケー。で、橋が完成したよ、たぬきち。セレモニーとかはないの？アイナさん、どうもどうも。こちらは建築相談カウンターだもん。どういってご用件だらもん？セレモニーのことがもう向こうから言ってきてくれんのやねん。お、アイナさん、セレモニーへの参加をご希望なんだもん。今なら新しい橋の完成をお祝いするセレモニーを行えるけど、どうだらもん？参加してくれるかな？参加します、もちろん。はいはい。じゃ、早速始めるから会場にご案内します。おー。何？住人掃除できてくれるんこれ。セレモニー。一部の子たちだけじゃないんやね。ほら、さっきまで掃除しよったアイダホまで来てくれとるやん。手前はなんか可愛いね。手前の子たち可愛くって、ちょっとあの、私、ライオネルと桜島ちょっとって感じなんやけど。この調子でどんどん島を盛り上げていってほしいだらもん。でも全体的にパッと見て可愛いかなって感じはする。次に橋の建設に多大な貢献をしてくれたアイナさんに島民を代表して一言いただきたいだもん。あ、あれかな、なんかモニカと比べてツンドラさんちょっともうちょっとなんやろ、後ろの木がさなんか陰影がはっきりしとったけんか知らんけど、もっとツンツンした感じに見えるよね。では皆さん、最後にあれの準備をお願いするだらも。あと記念写真を撮りたい人はシャッターチャンスにボタンを押すのを忘れなく。すごいね。めっちゃ揃ったらみんな。橋完成のお祝いと、僕らのアイナ島のますますの発展を願いまして。よー。パーン。良きかな。奥に公園も見えとるし。ありがとうございました。これにて今回のセレモニーは閉会となります。
皆さん気をつけてお帰りください。てかもうあんなに住民おるんやね。そっか、ツムラさんでもう最後10人目の住人ということになるんやね。シャレじゃないけど。さあそろそろまたヨガしよる、かわいい。そろそろどうかな、星の数とか。で、まだ3つにはなってないかな。しずえさん、どうも。あら、アイナさん、お疲れ様です。本日はどのようなご相談でしょうか。島の評判について。アイナ島の評判をお知りになりたいんですね。現在のアイナ島の評判は、二つ星やね、やっぱり。最近、注目度が増してきて話題になりつつある状況です。具体的に寄せられたご感想の例を読み上げますと、雪だるま的には、せっかく綺麗に作ってもらえたなら、たくさんの注目を浴びたいものだし。まだ熱盛で雪だるま出てきてないでしょ。何どこから今のこの島に誕生した場合、もう一注目足りない、といった印象づら。ほう。どこから意見を投書しているのかな、とのことです。集まった評判を見る限り、島の自然環境について期待を寄せる声が多いようです。ガーデニングに力を入れて、島に咲くお花を増やしていけば、自然豊かな印象を持ってもらえるはずです。以上になります。また、島の評判を気になりたいときは、お気軽にお尋ねくださいね。ちなみに他にも何かご相談ございますか？いや、大丈夫。わかりました。また何かございましたら、お気軽にご相談くださいね。で、今度はさ、右方向に橋かけていこうや。橋。アイナさん、どうもどうも。こちらは建築相談カウンターだもん。どういったご用件だもん？インフラ整備の相談。インフラ整備の相談だらもね。今ならこういう相談乗れるけど、具体的には何をご希望だらも？橋や坂の相談。橋や坂についての相談ね。どういった相談だらも？橋を架けたい。お、新しい橋が欲しいのかな。橋が架かれば川を挟んだ土地の行き来がとっても楽になるだらも。じゃあカタログから好きな橋を選んでね。一番最初のは丸太の橋か。木製の橋。どうかなー。でもなんか温泉の周りちょっと竹林みたいな感じにしたいなーって思いよるけん。和風の橋とかにしよっかな、向こうに渡っていくの。なんか橋の種類バラバラなのっておかしいかな。丸太の橋。でも丸太でも全然いいと思うんやけど。98,000ベル。赤い和風の橋。まあ、丸太にしておこっか。丸太の橋だね。じゃあ、この橋の設置工事を進めても大丈夫かな。お願いします。はいはい。じゃあ、橋を作りたい場所をアイナさん自身で選んできてほしいんだらも。場所を確保するための橋用定置キットをポケットに入れておいたから、好きなところにセットしてきてね。橋はかけられそうな川岸で使えば、どんな感じに橋屋が作られるか、イメージが膨らむと思うだらも。了解です。ってことで、こっちこっち。こっちのキャンプ地に行くための橋を架けようと思いまして。え、どの辺から架けよっか？やっぱこの辺り？よし、ここに架けたい。橋予定地キット。丸太の橋の場所をここにしようかな。想像してみる。いいやん、いいやん。ここに決めちゃおうかな。オッケー。ハニワくんの超邪魔になっとるけど。橋を架ける場所を決めた。新しい土地への架け橋だ。98,000ベルやったよね。ってことで、多分私あっという間に、もう多分明日には立つようにできると思うけん。お金を。お金を下ろしておこう。たぬき開発マルチメディア端末サナポートでございます。ご利用になりたいサービスをお選びください。ってことで、引き出し。これ全部引き出そうや。持てるだけ。オッケー。ってことで、払ってもまあまだ余裕はあるよ。オッケー、オッケー。98,000ベル一気に払ってしまう。これで明日にはこっちの橋も完成して、もう渡れるようになるね。こんにちはでございます。
ただいま、丸太の柱のための募金をしております。目標の9万8000ベルに向けて、現在0ベルの寄付が集まっております。目標まであと9万8000ベル、1ベルから受け付けておりますので、ご協力よろしくお願いいたします。協力しちゃいます。間違えた。間違えた。いつも間違えるんやけど、なんか。ちょ、待って。はい、これで全額。9万8000ベルね。協力します。で、出せるだけ。9万8000ベル募金いただけますか？募金します。おかげさまで目標の9万8000ベル達成いたしました。完成を楽しみにお待ちくださいまひ。イェーイ。やったー、募金が目標の金額になった。ってことで、さあ今日のお買い物行きますかね。もう何？どうした？アイナちゃん、トトキキャラプロジェクトの調子はどう？あは。ライブはもちろん楽しみだけど、あたいとしてはパワースポットの完成も同じくらい楽しみなんだ。そうだ。今ちょうどいいものを持ってるから、よかったらまた持ってって。めっちゃ定期的に物くれるよね、みんな。何これ。そのノームの置物ね。あたいなんて持ち歩いてるだけでめっちゃパワーをもらってる感じなの。ノームの置物いい。だから島のどっかに飾っておいたらパワースポット感出ると思うんだ。パワースポット感かどうかはわからんけど、庭先に置いとこうっと。絶対可愛いよね。どの辺、この辺にしよっかな。じゃ、とりあえず。は。で、ここって植えれるんかな？植えれんのかな？なんか、ここだけ空いてるのめっちゃ嫌なんやけど。うわ、植えれねえ。植えれねえ。まあ、とりあえず、どういう向きで置けばいいんだ。ここに置いてくるっと回すしかないんかな。ノームの置物。あ、間違えた。間違えた。これで、オッケー。庭先にノーム。さあ、いいもの。あ、そのコルクボードかわいいかも。欲しい。横の、あ、ガソリンのやつか。これ欲しい。そちらの商品はコルクボードでございます。お値段は1400円となっておりますが、いかがでしょうか？買っちゃいます。毎度ありがとうございます。1400円、間違いなく頂戴しました。よし。そういえば今日は、もう何もなかったんかな。トタラの商品をご覧になるんですね。必要なものがありましたら、お申し付けくださいませ。初めての DIY レシピはさすがにあったんかな。しょぼいよの。ま、この辺は、これは？これ被ってる場合は何か言ってくれるんかな。毎度ありがとうございます。普通に買ったけど。それでは、初めての DIY レシピのレシピデータを、アイナさんのスマホに転送いたしますね。初めてなら、ないのか？お、入ってきた。はい、登録できました。新しいレシピでもっともっと DIY をお楽しみくださいね。ね。入ったってことはなかったんか。いや、もういいよ。ありがとうございました。ってことで、新しく増えたのが、あ、でも増えたっぽいね。なんか、レシピの表示が小さくなった。数が増えたってことか。これが初めてのやつ？フライパン、石のスツール、洗濯オーケー、オカリナ。オカリナ？洗濯オーケーいいね。あ、でなんか、たぬきマイレージ。ここか。DIY にレシピを増やそう。お、4段階目来た。肩書き、知識欲の虜、たぬきマイル2000マイルゲット。もう一気に。良きだね。もうない？うん、なさそう。オッケー、オッケー。あれ？あるんじゃないの？どこ？どれ？え、なく、あった。カタログ充実で毎日も充実。これが3段階目。肩書き、欲深いコレクター、たぬきマイル1000マイルゲット。イエーイ。今度こそない。ありがとうございました。
さ、コルクボード飾りに。なんか捕まえようとしよらんかった、今。よし。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。これで全ての、なんていうの、全てのところを橋で行けるようになったら、次は奥にある丘とか、まあ、坂にして行きやすくしたいね、そこも。見た目的にどうなんかなーっていうのはあるけど。まあまあまあ。